あー、エイナくんだ。こんなところで会えるなんて僕たち気が合うのかもです。いや、まあ島の中心だからね。皆さんこんにちは。ただいまのアイナトーン時刻は2023年7月14日金曜日の午後0時13分です。そして今日は住民のヒュージさんのお誕生日でもあります。おー、ヒュージくん、おめでとうございます。それでは本日も良い一日をお過ごしください。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ヒュージくんお誕生日か。バースデーカップケーキでも渡そうかな。自分の時にもらったやつですけど。まあ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 。いやでも嬉しいやろ。ホールケーキの方がいいかな。まあ、とりあえず包んでこ。いや、やっぱヒュージくんやし、食べ物が嬉しいかなと。いらっしゃいませ。ませ。たぬき商店へようこそ。ようこそ。ってことで、ラッピングペーパーをください。どうしよう。水色にしよう。あ、一個でいいです。はい、大丈夫です。ありがとうございました。この辺別に特に、欲しいものはないな。奥の貝殻のも売り物かと思ったけど違うな。ありがとうございました。さて、それじゃあ包みますか。バースデー、間違えた。水色のラッピングペーパー。よーし、私の手作りだよーっていう嘘でお邪魔します。お、盛り上がってる。わーい、アイナくん来てくれたんだね。僕のお誕生日会にようこそ。びっくりした。めちゃくちゃ今一徹が話しかけてきたんかと思った。違うよね。いつの間にそんな喋り方になったかと思ったよ。おめえもう見たか。何をって決まってんだろ。ヒュージの顔だよ、顔見たよ。もうニヤニヤしっぱなしでよ。あんなの見せられちゃこっちまで嬉しくなっちまうよ。一徹もずっとニヤニヤしてんの。さあ、パーティーはまだまだこれからだ。ガンガン盛り上がっていこうぜってか。ヒュージくんめちゃくちゃ似合っとる。かわいい。いいね。ごめん、消した。お誕生日会って楽しいよね。しかも今日は僕が主役だ。お誕生日といえばやっぱりケーキとプレゼントだよね。ごめんね、プレゼントもケーキなんだ。もうアイナくんたらもったいぶらないでだぞ。どうぞ。はい、中には何が入ってるのかな。ワクワクしちゃうよ。わあ、やった、バースデーケーキだ。やっぱりお誕生日にはケーキがぴったりだよ。あ、ちゃんとそれ用のコメントがあるんやね。さすがアイナくん、僕のこと分かってくれてるよね。よかった、使い回しだけど。もうね、1ヶ月ぐらい前にもらったやつやけん大丈夫かな。冷凍しとったってことで。心のこもったプレゼントありがとう。最高のお誕生日だったぞ。てかずっと常温で荷物の中に入ってんな。やべえ、それは大丈夫なのか。仲良かったのね、イッテスとヒュージ君は。誕生日パーティーってやつは何回やってもいいもんだよな。早く俺の番も回ってこねえかな。あいな、そん時はおめえも祝いに来てくれよなってか。やっぱ和風なものよね、イッテスの場合は。何回も間違えて消す。うふふ、僕今日はとっても幸せだな。嬉しくって胸がいっぱい、ごちそうでお腹もいっぱい。あー、幸せすぎるだぞ。あれよね、他のメンバーが何をプレゼントしたのかっていうのもすごい気になるよね。そういうのも見れたらいいのにな。帰るんだったらお礼言わせて。今日はお誕生日会に来てくれて本当にありがとう。いえいえ、プレゼントまで持ってきてくれるなんて僕とっても嬉しかった。これからも仲良くしてねだぞ。ヒュージくんかわいい。うわ、強風だな。めちゃくちゃ。あら、こんにちは、タフン。
話しに来たよ。今日はどんなことが起こるのかしら。ワクワクしますね、タフン。ヒュージ君のお祝いに行ってあげてよ。すぐ近くを歩いてるんなら。まあ、でも仲良くなかったら来られてもあれやけど。体操中、ごめん、押した。あ、アイラちゃん、今日もバッチリ行けてるね。あは、ありがとう。お話ししよう。いい天気だと外でおしゃべりしたくなるよね。あは。いやー、でもこの季節はきついな。でもこんだけそよそよレベルじゃないけど、こんだけ風吹いとったら大丈夫かな。あー、あゆなくんだ。こんなところで会えるなんて僕たち気が合うのかもです。いやまあ島の中心だからね。世間話でも今ちょうど君のこと考えたんだよ。僕に会いに来てくれないかなって。集中しろよ。もしかして聞こえちゃってたって。し全く聞こえてないです。ボイン。今なんかめっちゃ泣いてなかった？セミかなんかおるんかと思ったけど、あれ、そういえばセミの鳴き声は聞こえてこないな。あつ森、セミは8月 ?7 月にはおらんのやっけ。いや、泣いてんな。うちの庭にいるじゃねえか。めちゃくちゃ泣いてたわ。たまたまか。たまたまセミがいない場所にいただけか、私が。ちょ、メッセージボトルはメッセージボトル。でもこうやってさ、いっぱい走り回りよったらさ、またジョニーにぶち当たったりとか。いや、もうね、もういいよ、ジョニーはって感じやもん。お、待って、パチンコパチンコ。めっちゃ手前やった。ほい。まだ早かった？ダーン。さあ、中身は。ナイスなタイミングやったね。お、リボン。持ってるな、色。まあ、可愛いけんいいけども。てか、この季節ってあれじゃない？夏の貝殻とか落ちとんやないん？なんか全然落ちてないけど。あの、青いやつ。の、集めてなんか、あるやん。まあ、最近全然撮ってないんですけどね、そういうの。あら、間子も。みんななんか、外で運動してるね。大丈夫？あゆなか、勝負するならいつでもバッチ超えたぞ、の心。だってさ、現実やったらさ、体育館にもクーラーを、みたいな声がいっぱいになってきだしたのに。話しに来たよ。あゆな島にオイラとお前がいる限り、この島の平和は完璧だな、の心。そうなの？お、何？みんな体操してるじゃないか。健康志向だな、この島のみんなは。おや、あゆな、来てくれると思ってたよ、だってね。なんで？お話ししよう。カキフライって叫ぶと、なんでか気合が入るんだよね。食べたいわけじゃないんだけどさ、だってね。カキフライ。気合入るかな？わからない。ちょ、最近ホタテが食べたいなってめっちゃ思うよね。え？びっくりした。今日は大会ではないよね。ん？君、この島の住民だったよね。俺のことはもちろん覚えてるよな。覚えてるよ。そう、あらゆる虫と虫の関節を愛してやまないリアル接触系アーティストレックスだ。今月虫捕り大会もあったよね。あ、なかったっけ。分からん。前回は魚釣りやったよね。今日も作品のモチーフにふさわしい運命の虫を探しに来たのさ。なんかどっちもあった気がするけど。ってわけで君さ、もし虫を捕まえたら俺に言ってくれないか。自慢じゃないけど俺、虫ゾーンの広さには自信があってね。どんな虫でも買い取り可能だから。ああ、それと別件なんだけど、もし俺の作品に興味があるなら声をかけてくれ。うん、了解です。うん、そうか。まあ俺は明日の午前5時までこの島にいるつもりだから。あれよね、訪問者ってめちゃくちゃ夜更かしじゃない？だって一日中外をうろつきよるとか不審者やん。やばいよね。ハニワハニワ。また家の前に植えとこう。
カニはあとどれぐらいあるんやろうな。色のパターンとかも含めたら。もうだいぶ集まっ、空を見てるのか。すごいよね、みんなこんなに外に出て体操している。著作にメッセージボトル。どっかの島の誰かへ。風呂の中でぼーっとしてたら DIY の面白いアイデアが頭にプカッと浮かんできてな。そのレシピをこの瓶に入れておいたぜ。見て腰を抜かすんじゃねえぞ。よかったら作ってみてくれよな。発明王岩鉄より。岩鉄、なんか一鉄を彷彿させるけど、もっと頑固そうな感じやな。何系？クマ？あ、クマかな。あのなんかグレーのクマじゃない？違う？ゴエモンブロ。ゴエモンブロ覚えてなかったっけ？ですよね。覚えてた覚えてた。いや、これって埴輪やっけ？そういえばなんか前に植えたような気がしなくもない。違う。はあ、あ、やっぱり埴輪、カタカタ埴輪を掘り出した。で、そこにまたさらに、さあ水をやっときますか。あ、壊れた。てか、ジョウロが壊れるってどういう使い方？いや、プラスチックのジョウロとかがさ、なんか外に置きっぱになっとってパキパキになったとか言うならわかるんやけどさ、普通にしとったら壊れんよね。カタカタハニワ。カタカタハニワとか持っとったっけ？あ、これ初じゃない？かわいい。頭がずれよる。え？下もずれよる。なんか、あれみたいやね。だるま落としみたいな。え、めっちゃ可愛いんですけど。いいね、いいね。いや、やっぱ、この埴輪たちいいわ、可愛いわ、みんな。でも、今のところ、ま、色違いはあるけど、ダブってはないんかな。ダブっとるやつ出してないだけかな、私。この子可愛いよね、シャボン玉吹き出す子。いやー、賑やかになってきたな、埴輪たち。めっちゃ適当に置いとるけど。埴輪も寄贈できるようにしてくれたらいいのにね。博物館に、色違いも含めて、ずらーっと並べたい。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、今月誕生日はヒュージ君だけか。どうなんやろ。でもさ、結構さ、住人の数ってそこまで多いわけじゃない気がするけど、なんか誕生日率高いよね。え、気のせい？うまい具合にばらけとんか？